はい、どうも、カッパ園長です。じゃあ、この動画では、岸田政権の水際対策のお話いきましょうかね。まあ、日本はほら、外国人の入国禁止、一応していますよね。一応ですよ。で、これ2月末までね、延長、継続する方針を固めるんですけども、じゃあ、まだそのね、もう多分ご覧のあなたもご存知の通り、これはザルですからね。特段の事情っていう例外があるんで、まあそれでも一応ね、この外国人の入国禁止を2月末まで、ね、継続する方針を固めるんですけどもね、水際対策強化措置っていうことで、日本政府、ね、岸田政権はこのオミクロン株対策で外国人の新規入国を原則禁止にしている水際対策について2月末まで継続する方針を固めましたと。で、まあ、今日岸田首相が多分発表したのかな、これからするのかな、昨日の時点で明日発表するみたいな、そういう見通しが立っていたこのお話でしたが、ね、まあ多分ご想像の通りだと思いますけども、これ例外があるんですよ。ね、日本政府、岸田内閣はね、留学生、外国人留学生らの入国は認める方針で、ね、検討中ってことらしいですよ。何やってんのこの人らは。特段の事情とかねえんだからさ。いや、閉めるって決めたんだったらきっちり閉めとけよ。全然水際対策じゃないじゃんね。ね、一部緩和へだって。だからそういうことするなよ。何のために閉めるんだよ。で、結局ほら、ね、この間も、その11月の時も言われていた、この、外国籍のこの家族とか、留学生らを念頭に、政府がね、岸田内閣がこの調整を始めてるんだって。いらんことするなよ。日本政府は10日、新型コロナウイルスの変異株、オミクロン株発生を受けて、厳格化している水際対策について、一部緩和する方向で調整に入ったと。延長を決めたのにさ、ね、ちょこっと緩めるって意味がわかんねえんだけど、何がしたいんだよ、お前ら。まあ、国民の批判はかわしつつ、ね、まあ、経団連の言うこと聞いて、ね、私腹を肥やそうとしているみたいな。なんなん、この人ら、本当に。ことごとく我々日本国民有権者を馬鹿にしてるとしか思えませんよね。ひどいよな。さっきも大概だし、その前も大概ですけども。今日はストレス溜まりますね。さ、どか食いしてください、今日はね。いや、まあ、それはともかく、外国人の入国の原則禁止は維持しつつ、だから維持できてねえんだよ。建前で、とりあえず歌うだけ歌っとこうぜ、うるせえからじゃねえんだよ、ほんと。勘弁してほしいよな、こういうのな。ね、だって日本国民の目を欺こうとしてるわけですよね、堂々と。日本人らの外国籍の家族や、日本人らの外国籍の家族？なんか分かりにくい書き方してるよな。留学生の入国を例外的に認める案を検討してるんだって。そんな案潰してほしいんだけども。岸田首相は11日今後のコロナ対策を説明する考え。今日じゃあ説明がもうあったのかな？夕方かな？政府は昨年11月30日から外国人の新規入国を原則的に認めておらず、ね、完全に認めんなよ。例外の範囲も絞り込んでる。だから例外を設けんなよ。この措置の期間は当初1ヶ月をめどとしていたが、首相は昨年12月21日、当面の間延長すると表明。年末年始の状況を見極め、扱いを今月11日以降に判断するとしていた。政府内で新たな期限として、1月末、2月末、3月末までなど、まあ、案が出ていると。3月末まででもいいと思うけどな。てか、もっともっとずーっとそのままずーっと未来永劫延長しとけ。なんかもう全世界的にコロナね、コロナ終了宣言でも出てから考えればいいよ、本当に。オミクロン株の市中感染の広がりを受け、重点を水際対策から国内対策に移すことにしていて、日本人らの外国籍の家族など人道的配慮が必要なケースでは、は？入国の門戸を開く方向だ。は？いらんいらん、そんな。何やってんですかね、この人たちは、本当に。まあ、コロナねえ。コロナを理由にしてるけど、これ絶対ね、腹の中じゃ考えてること、思惑は違うよね。金だろ、どいつもこいつも。ひでえよな。ね、だって何にも意味ないじゃないですか。何この得意の例外発動って。おい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 だよな。延長してもそれ、ざる延長してどうすんですかね。いや、これなんでですかね。説明がないですよね。
うん、いやこれ毎度毎度の特別な特段の事情ってやつですよね。うん、結局入国し放題じゃんね。うん、ああだって我々日本国民にとってはさ、ね、このコロナ、まあ確かにコロナもそうですけども、ね、そもそも日本にこの不良外国人をこれ以上増やしてもらいたくないんですよ。うん。ね、むしろこのコロナをいい、まあ利用するって言うとちょっと言い方きついんですけども、うん。ね、この不良外国人をね、うん、増やさない、なんか方便って言ったらちょっとあれですけども、まあでもそう理由に使って、いいように使って、でもこの防いでもらいたいんだよな。なんだろうね、さっきの話でこの竹中さんにね、うん、ダメっすよね、外国人入れないとみたいなことでも言われたのか。うん、また岸田首相ですよ、岸田内閣ですよね。ちょいちょいね、ちょいちょいじゃないなね、ずっと日本の国益損ねる政策を打ちっぱなしですよね。ね、だからこそこれ日本の例えばこの反日勢ね、マスコミを筆頭にね、反日勢がこうギャン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 わめかないのはそのせいですよね。前も言いましたけども、うん、どうなんだろうな、全く変わんないしね、今後も変わらないのかな。うん、本当我々日本国民有権者にとってはろくでもないことばっかしてくれてますよね。まあだからこそ反日内閣って言ってるんですけどもね、何の留学ですか、このタイミングでなんで留学なんですか、金だろ、金としか考えられないですよね。うん、だってね、今ね本当に必要なことってさ、留学生とかその家族の入国なんかじゃなくて、留学生のふりしてね、このね、これいわばこの徳和の連中のこのね、うん、特にこの中共のスパイ工作活動してるような連中を入国させないようなさまざまな方策政策でしょ、必要なのは。本当にね、国防ですよね、国防ですよ。うん、国防を長期的な視点から考えたときね、まあこういう問題とか、あと、ね、スパイ防止法の早期制定とかはさ、絶対避けては通れない超最優先ね、最優先のいくつかある最優先課題のうちも、もう最も優先しなければならない課題でしょ。うん、ね、え、お花畑どころじゃないですよ、もうガン寝してますよ、眠りこけてますよね、ことごとく国防意識の鈍いというかね、もう国防意識が鈍いっていうより積極的にね、この徳川の連中に差し出す気満々のね、うん、政治や連中はもう即刻ねバッチ外してやめてもらわない、もらわないと、いや、やめさせないと、やめてもらいたいじゃなくてやめさせないと。うん、ひどい話だよな。うん、なんでこのタイミングでね、なんだ、日本耐久テストでもしてるつもりか。うん、もう岸田さんさ、ね、まあ、岸田さんだけじゃないですけど、結局口だけですよ、口だけ。ね、うん、口は達者かもしんない。ね、で人の話を聞いてるふりするのもうまいかもしんない。ね、でも実際は無能を通り越した、有害です。ね、害悪になり下がってますんで。うん。ほらもうね、全日本国国民でお断りしないと。はい、3、はい、断る。いや、もうこんなんね、茶化してる場合じゃないんですけどね、本当はね。いやー、ひどいな、本当ね。うん、なんだろう、本当なんていうかな、この筋がね通ってないというか、腰が定まってないというか、豆腐、いや豆腐じゃないな、こんにゃくみたいな政権ですよね、こんにゃく政権だよな、本当。うん、まあちょっとこんにゃくに失礼ですけどもね、ほんと。だってさ、さっきのこのね、水際対策強化の話が報じられた直後なんですよ。この留学生受け入れ検討みたいな。だからね、このマスコミの報じ方もね、この水際対策強化、ね、ここの部分だけは大々的に報じられるんですよ。ね、岸田内閣が日本国民のことを考えて、日本国民最優先で仕事してますってアピールは大々的に報じられてね。ただし、留学生、家族、ね、その他云々特段の事情で受け入れ検討、こういうのはね、もうほんとこっそり小さく、ね、申し訳程度に報じてるんですよ。いやー、もう岸田こんにゃくにね、メディアは批評が集まらないように注意でもしてるんですかね。うん、てかもうグルだよな。うん、こいつら使ってもう世論誘導まで してきてるよ。うん、ね、だからこの留学生というね、名ばかりの留学生という名目のこのスパイ、
あとその予備軍、ね、あと犯罪者、ね、犯罪者予備軍っていうことはね、もう我々日本国民にとってはもう当たり前の事実ですからね。うん、もう絶対徹底的に排除しないとダメなのに、何やってくれてんですか。ああ、もう本当だから結局自分で、だからさ、結局我々ね、一日本国国民がね、個人レベルで気をつけられること、ね、それは気をつけますよ、我々日本国民だって。ね、うん。でも限界があるじゃん。いくら我々日本国民が気をつけてても、ね、よそからね、うん、日本国民とはね、明らかに違う。そういうのがさ、ね、どんどん入ってこられたら、何の意味もないんだよね。うん。けしからんよな。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。